1563年、家康三大危機の一つと言われる三河一向一揆が勃発します。一般的にはあまり知られていませんが、この一揆によって家康は滅亡一歩手前の危機的状況に陥るのです。そもそも三河一向一揆とは何だったのか、家康が使ったずるすぎる手法とは、どうする家康前半戦の山場の一つ三河一向一揆を一から分かりやすく徹底解説します。こんにちは、日本サロンの川原です。今回は完全解説三河一向一揆というテーマで、家康三大危機の一つとも言われる三河一向一揆を分かりやすく丁寧に解説していこうと思います。動画の最後には、家康は滅亡の一歩手前であったのにもかかわらず滅亡せず大逆転をした意外な理由も紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではまずは、そもそも一向一揆とは何かという基本から解説していきましょう。今回のメインテーマの三河一向一揆は、家康の本拠地岡崎城があった三河の国、現在の愛知県東部で勃発した一向一揆です。一向一揆の一向とは、浄土真宗と呼ばれる仏教の宗派を指します。当時浄土真宗は一向宗とも呼ばれていました。一揆とは、目的を達成するために集団を作ることを指します。この集団は武装して地域支配者に対して戦うこともありました。つまり一向一揆とは、浄土真宗の信者がお寺などの利益を守るために集団を作り、地域支配者などと戦うことです。なお浄土真宗にもいくつか派閥があり、その中で本願寺派が当時は有力であり、一向一揆を起こしていたのも浄土真宗本願寺派の信者たちでした。一向一揆は各地で起こっており、有名なものとしては加賀の一向一揆があります。この一揆では加賀の国、現在の石川県を支配していた富樫正親が一揆方に敗れて自害し、その後は実質的に浄土真宗の信者たちが加賀の国を約100年間支配していました。最終的に織田信長によって解体されますが、信長も一向一揆には非常に手を焼くことになります。このように地域支配者も手を焼いたり、最悪の場合滅亡に追いやられてしまう一向一揆が、家康のいた三河の国でも起こってしまうのです。しかも家康が信頼する家臣が何人も一向一揆に参加しています。まさに家康滅亡の危機が迫っていました。三河一向一揆に関する同時代の記録はほとんどないため、江戸時代の早い段階で作られた松平記や三河物語の記述を頼りに、三河一向一揆の様子を見ていきましょう。どうする家康でも描かれていたように、家康は今川氏真を見限り、織田信長と実質的な同盟関係となりました。そして家康のいる三河の国、現在の愛知県東部の今川氏勢力との戦いに明け暮れます。家康は桶狭間の戦い以降約3年間戦い続けていたのです。このような情勢の中、家康に従っていたものの、戦い続ける家康に不満を感じ、家康に対して反旗を翻す勢力が現れました。1563年、酒井忠義が本拠地の上野城にこもって家康に反旗を翻したのです。忠義は家康の筆頭家臣の一人である酒井忠次の叔父にあたります。忠次は一貫して家康方につくので、一族で家康方と反家康方に分かれてしまいました。さらに皆さんは覚えているでしょうか、どうする家康の第3話のラストで、織田信長と同盟をすることを決めた家康は、それまで味方だった吉良義昭の城を泣きながら攻めていましたね。実はあの後、吉良義昭は家康に降伏して家康の家臣となっていたのです。ところがその吉良義昭も、家康の下では戦えぬと家康に対して反旗を翻します。このように反家康の動きが急拡大する中で勃発したのが三河一向一揆です。3年間に及ぶ長い戦の中で、家康の領地では重い税が農民たちに課せられていました。そこで家康は、自分に反抗的だった浄土真宗本願寺派の寺院に対して
これまで認めていた税を免除する特権を取り上げ、寺院からも税を取れるようにしたのです。当然特権を取り上げられた寺院は黙ってはいません。自分たちの特権を守るために、浄土真宗本願寺派の寺院は酒井忠義や吉良義昭らと同じく家康との対決の道を選ぶのです。こうして三河一向一揆が始まったといいます。家康の家臣の中には浄土真宗の信者が大勢いました。家臣の中には寺院の呼びかけに応じて寺や道場にこもって家康に対抗する者も現れます。特に槍半蔵のニックネームで有名な渡辺守綱ら渡辺一族はほぼ全員が一揆方につきました。石川氏も石川数正や数正の叔父家成は家康に味方しますが、数正の父康政は一揆方についています。他にも本田氏の場合は本田忠真や甥の忠勝は家康方につきますが、忠真や忠勝の遠い親戚にあたる本田正信は一揆方につきました。他にもどうする家康に登場している家臣では夏目広次も一揆方で参戦しています。このように家康は酒井忠義や吉良義昭だけでなく、一揆方についてしまった家臣とも戦わなくてはいけなくなってしまうのです。まさに四方八方敵だらけ。こうした状況から武田信玄に大敗を喫した三方ヶ原の戦い、本能寺の変の後命からがら逃げ帰った伊賀越えに並ぶ家康の三大危機に三河一向一揆が入っているのです。この絶体絶命の状況を家康はどのように乗り切ったのでしょうか。家康は晩年、特に大阪の陣での卑怯なやり方で豊臣家を滅ぼしたことから狸親父と呼ばれますが、この時の若い家康もなかなかの狸親父っぷりを見せることになります。辞書で詳しく見ていきましょう。家康は敵対勢力を個別に撃破していきます。まず1563年うるう12月に、家康は遠い親戚にあたる青の松平氏に命じて東条城にこもる吉良義昭らを撃破し、東条城には青の松平氏が入りました。一向一揆との本格的な戦闘は年が明けた1564年の1月から本格化します。家康の本拠地だった岡崎城と一揆方の拠点だった昌万寺の間で一進一退の攻防を繰り広げたのです。そして局面が変わるきっかけとなったのが1564年2月に起こった馬頭原・小豆坂の戦いで家康が勝利を収めたことでした。一揆方ではたびたびの敗戦で家康を和睦しようという機運が高まっていったといいます。そして一揆方から和睦しませんかと申し入れがあり、家康は応じることにしました。1564年2月末頃、和睦の取り決めを双方で確定し、和睦が成立しました。家康は、1、一揆参加者を許すこと、2、浄土真宗寺院の特権復活の保証などを約束したといいます。ところが、和睦締結後に一揆の解体が完了すると、取り決めの内容丸には破られました。浄土真宗寺院の特権が復活するどころか、家康は浄土真宗の主な寺院に対して浄土真宗をやめなさいと宗派を変えることを迫ったのです。これを拒否した寺は次々と破壊され、僧侶は三河の国から追放されてしまいました。江戸時代に成立した三河物語によれば、取り決め2の浄土真宗寺院の特権復活の保証は以前のようにすると規定されていたようです。浄土真宗の寺院が以前のようにすると言ったではないかと抗議したのに対し、家康は以前のように野原にしただけだと言い放ったといいます。この逸話が事実かどうかは判断できませんが、戦国史近世史研究者の本田隆重氏によれば、家康について何かとかばい、悪いことは書かない三河物語で書かれていることなので、これに近い状況はあったのではないかと推測しています。家康は若い頃からずる賢いところがあったのかもしれませんね。三河の国で浄土真宗本願寺派の寺院が復活するのはこれより約20年後のこととなります。一揆勢力が解体されたことで
酒井忠義ら反家康勢力も次々と家康に従いました。彼らのその後については次回の動画で詳しく解説する予定です。次章では家康はなぜ三河一向一揆を鎮圧できたのか、滅亡してもおかしくない状況から逆転することができた最大の要因とは何か解説したいと思います。家康は三河一向一揆鎮圧後、西三河の今川方の勢力を従わせて、翌1565年には東三河のほとんどを攻略します。この辺りの流れは松平の歴史と三河統一への道で詳しく解説しているので、よかったら参考にしてみてください。家康は三河一向一揆で苦境に立たされますが、ここで家康を敵対していた今川氏真が三河の国に出陣すれば家康にとどめを刺すことができたでしょう。ところが今川氏真は出陣してきませんでした。実は三河一向一揆とほぼ同時期に今川氏真も領地の遠江の国、現在の静岡県西部で家臣が反乱を起こしていたのです。遠州総撃と呼ばれています。首謀者は伊能忠達でした。彼の妻は宇戸の長照の妹で、ドラマでは瀬名の幼馴染だった織達です。伊能忠達の他にも遠江の国の多くの武将が今川氏真に対して反乱を起こしたため、氏真は家康どころではありませんでした。どうする家康の時代考証の司馬遼之氏によれば、今川氏も桶狭間の戦いの後、戦が後を絶たず家臣やその領地の農民の負担が増えていたのです。氏真も家康も同じ時期に同じ理由で苦境に陥ったといえます。最終的には1565年に氏真が伊能忠達を殺害することでやっと反乱は収束しました。氏真が遠江の国の反乱の鎮圧に全力を注いでいたため、家康は今川氏の動向を気にすることなく三河一向一揆の鎮圧に集中できたのです。しかも家康の方が先に一揆や反乱の鎮圧に成功したため、そのままの勢いで三河の国をほぼ統一することができました。一方で今川氏真は4年後の1569年に家康と武田信玄の攻撃を受け、領地をすべて失い滅亡することになるのです。歴史にもしもは禁物ですが、遠江の国の反乱がなければ滅亡したのは家康の方だったでしょう。それほど三河一向一揆は家康にとって試練であり、人生のターニングポイントの一つだったのです。どうする家康では家康の試練をどのように描くのか楽しみですね。今回の主な参考文献はこちらです。すべて動画の概要欄でコメントをつけて紹介していますので、興味のある方はご覧いただければと思います。最後に日本史サロンライブ配信のご案内です。2月21日火曜日21時から配信します。本日放送されたどうする家康第7話の補足解説をしますので、お時間のある方は来ていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。